ークリスマス。今日は12月24日火曜日です。こちらはネクスコ東日本です。午後0時10分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに7号小松川線上り方向の情報です。都心環状線代官町を先頭に錦糸町まで7キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて代官を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。故障車のため草加インターを先頭に三郷ジャンクションまで3キロほど渋滞しています。引き続き京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。貝塚インター付近27キロポストに積み荷があるという第一報が入りました。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに実際に NEXCO 東日本